今日はですね、産業廃棄物の世界ということで、清野さんという人を思い出してみたいと思います。清野さんっていう人はですね、私の勤めている会社で、ある日突然来なくなって、どうしたのかなと思って、その人の家に行ってみるとですね、そのまま死んでいたっていう、そういうことが2件2回あったんですけれども、1回目は佐伯さんっていう人で、2回目がこの清野さんっていう、そういうふうなことになりますね。清野さんはですね、10年前の時点でですね、50歳ぐらいの人で、ちょっとですね、ぽちゃぽちゃっとした小太りの人で、声がちょっと甲高くてですね、ちょっと興が乗ってくると大きい声で喋り出すっていう、基本的にすごくいい人だったですね。この清野さんがある日突然、来なくなったっていう、無断欠勤ですよね。清野さんどうしたのかなっていうふうに思っていると、その日にですね、近所の人がうちの会社に訪ねてきてですね、君のところの運転手、近くのパチンコ屋でぶっ倒れて、救急車を呼んだんだけれども、大丈夫大丈夫っていうふうに言いながら、そのまま、自転車を押しながら帰っていったんだけれども、あのあとどうなったの、大丈夫だったのっていうふうに、聞きに来てくれたんですよね。これはちょっと大変だなっていうふうに思って、清野さん、その当日ですね、無断欠勤しているわけで、それを社長に報告するとですね、これはやばいと。何の連絡もなくですね、清野さん来てないわけですから、ちょっとこう、今日清野さんの家に行ってみようという、清野さんのアパートですね、一人暮らし、一人者で一人暮らしだったんで、清野さんのアパートに行ってみようというようなことで、社長が行ってくれるのかなっていうふうに思っていたらですね、君一緒に私と行ってくれないかっていうふうに、そういうふうに言うんですよね。この清野さんの話から3ヶ月ぐらい前ですね、佐伯さんっていう人が突然無断欠勤をして、1週間後にですね、社長が行ってみたら佐伯さん部屋の中で死んでいたっていう、そういうようなことがあって、ちょっと社長ビビっちゃってですね、俺に一緒に行ってくれっていうふうに、清野さんのところに行ってくれっていうふうに言うんで、私一緒に行ったんですよね。そしたら、清野さんのところに行ったらですね、電気はついているんですけれども、鍵がかかっていてですね、清野さんって言っても出てこないと。これいよいよやばいなっていうふうなことで、私ですね、表っていうか裏に回ってですね、清野さんの1階のですね、アパートの窓を、ガラガラッと開けたらですね、清野さんは生きていましたね。ですね、食べるものはデリバリーかなんかを頼んでいるらしくて、枕元にはですね、ピザの空き容器かなんかが置いてあったんですけれども、清野さんですね、すっ転んだパチンコ屋で、転んだ拍子に、足を痛めたらしくてですね、動けないと、動けないなら会社に電話してくればいいのにっていうふうに思うんですけれども、何かもう電話もせずにですね、デリバリーを頼んで、そのまま痛いのを我慢して、万年床に寝ているみたいな、そんな感じで、社長がですね、救急車を呼んで、そのまま病院に連れて行ったんですよね。私もその時帰っちゃったんですけれども、もう清野さん生きてるわけで、病院までついていく必要ないだろうっていうふうなことで、社長のお目付け係みたいな感じで行っただけの話なんで、帰ってですね、社長、後からですね、社長に聞くと、清野さんは足を包帯でぐるぐる巻きにされて、松葉杖をつきながら、部屋に戻っていったよっていう、ああ、よかったよ、清野さん生きててよかったよっていうふうに、社長言ってましたね。そしてですね、清野さん、その後、もう当然会社に来なくてですね、1週間ずっと、何の連絡もなく、ずっと1週間休み続けたんですけれども、何の連絡もないということを心配した社長がですね、また1週間後に清野さんの部屋にですね、行ってみると、清野さんは死んでいたっていう、そういうようなことなんですよね。
私ですね、これどういうことなのかっていう、よく考えるんですけれども、ある人はですね、清野さん頭の打ちどころが良くなくてですね、足だけじゃなく頭がですね、ちょっと打っちゃって、そのままなんか脳一血かなんかで死んだんじゃないのっていう、そういう人いるんですけれども、私はですね、なんか自殺じゃないかっていうふうに思いますね。社長はですね、何も話さないんですけれども、私は自殺ではないのかなというふうに思って、これなぜかっていうとですね、今から10年前当時っていうのはですね、結構社員として働きながらもですね、社会保障に入ってないっていう、そういう人、ちらほらいたんですよね。社会保障に入らないとですね、会社は儲かりますよね。そして社会保障が入ってない社員もですね、本当は損なんですけれども、手取りが増えるっていう、社会保障費がですね、4万ならこれ、普通今3万ぐらいですね、3万ならこれを会社が負担するわけで、同額ですね、会社は3万儲かると、そして社会保障に入っていないから、その社員はですね、その3万をですね、社会保障に引かれないから3万儲かると、お互いウィンウィンじゃないのみたいな、なんかそういうふうな考え方が10年ぐらい前まではあってですね、清野さんこの社会保障に入ってなかったんですよね。ですから、清野さん実はですね、年金にも入ってないと同時に、保険にも、国民、保険、厚生保険にもですね、厚生年金関係にも入っていなくてですね、だから健康保険にも入っていないっていう、そういうようなことになるんですけれども、ですから、病院は全額負担っていうふうなことになっていてですね、清野さん、ですから健康保険に入っていないんで、なんかもうどうでもよくなっちゃったんじゃないかっていうふうに、私考えたりしますね。現にですね、この清野さんの事件があって、事件というかですね、事故があってからですね、うちの会社は社員全員必ず、厚生年金、社会保険、社会保障にですね、入るっていう、そういうふうなことになりましたね。これ当然なんですけれども、10年ほど前はですね、希望者にのみ、社会保険をつけるっていう、なんかそういうふうな感じだったんですよね。そして清野さんはですね、独り者だったんですけれども、その後ですね、社長は何も言わないんで、もちろん葬式の案内とかもなくですね、清野さんはいなくなっておしまいっていう、清野さんの遺品をですね、誰が取りに来たのかとか、そのようなことは一切報告がないっていう、なんかそういうようなことでですね、清野さんは、パチンコ屋で、すっ転んでですね、そのままいなくなってしまったっていう、なんかそういうふうな感じになっちゃってますね。今日はですね、参拝の世界ということで、私が勤めていた会社っていうのは、25年間で、2人ですね、孤独死みたいなことをした人がいるんですけれども、その1人目は佐伯さんという人で、これは紹介したんですけれども、この2人目、清野さんという人を、思い出してみたっていう、そういうことになります。今日の動画は以上になります。